ありがちゼム。バツイチ以上にありがちなこと。あーあー、私も早く結婚したいな。わかるわかる。毎日大好きな人と一緒にいれるんだもんね。これ以上の幸せはないわ。え、何あんたたち結婚したいの？は？そりゃしたいに決まってるじゃないのよ。何言ってんの、ふざけんのガチこの野郎。一緒に買い物したり、食事を食べたり、テレビを見たり、お風呂に入ったり。何言ってんだこいつ。旦那様のご飯を作ったり、ネクタイを締めてあげたり、パンツを洗ってあげたりして。知っとるか、それ世話って言うんやぞ。わかるわかる、幸せそうだよね。理想と現実は違えんだよバーガー。ねえねえガチコ、あんたもそう思わない？思わない思わない。お前ら今それ誰に言うとるか分かっとんのかい？あ、はい、すみません。ごめんなさい。ああ、そういえばガチコ、バツイチだったわね。ごめんなさい。結婚に対して夢と希望を抱いていないがちというより、抱いていたものが崩れ去ったんだろうな。おいやりよ、お前寂しくないのかよ。ああ、別に寂しくなんかねえよ。だってよ、お前またこの前離婚したじゃねえかよ。2回目だよな、あと2つ。なあ、うるせえな、なんでお前にそんなこと言われなきゃいけないんだよ。今度こそ幸せになってほしいからに決まってんだろ。ダチだろ俺たち。なあ、ダチだろダチと言ってくれ。おめえの情緒どうなってんだよまったく。だからダチとして今度こそ幸せになってもらうために。まさかいい子紹介し。やめろ、無理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 、絶対無理。やだやだやだ。イヤイヤ期の子供の10倍の拒否力だって。俺絶対恋愛下手だもん。じゃなきゃこんなにあっさり罰が2つつくわけねえもん。俺はもう学んだんだ。女性と一緒に過ごすことはできない。そういう体、いやそういう頭なんだ。だから二度と余計なことはするな。ああ、わかったわかったって。ごめん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 。こいつ若い時はあんなに女女って言ってたのに、罰がつくというのはなんと恐ろしいことなんだ。自分は恋愛に絶対向いていないと確信を持ちがち。もうトラウマになっとるねんな。デイモンデイモンデイモン。おっあんなところにいい男がいるじゃないのよ。身長が高くて健康管理もしっかりとできているような体好き。食べられて。いやちょっと待って、ガチコセンサー起動。ピピーン。あれだけの完璧な姿だったら、もしかすると昔の時代を引きずっている亭主関白タイプかもしれない。神経質な男の可能性が高い。ただの恋愛だったら別にいいんだけど、結婚となるとない。なんだ、あんまりよろしくない視線を感じるな。異性を見つけるとその人と結婚したらどうなるかと解析してしまいがち。まあ、次は失敗したくないだろうからな。なあなあ、リオ、今日仕事終わり飲みに行かないか？おお、いいね。じゃあ行くか。よし、じゃあ仕事終わったら声かけに来るわ。はいよ、了解いたし。おいそこ、勝手に喋るな。口を閉じろ。手を動かせ。手を働け。あ、はい、すみませんでした。なあ、リオ。なんだ？あの上司って確かバツ3だよな。ああ、確かにそうだな。やっぱりよ、バツ3だけあって正確に何ありって感じだよな。そりゃ結婚したってすぐに離婚。悪い、お前確かバツ2だよな。えまあ確かにそうだけど、別に俺のことは気にしなくていいよ。だって俺だって正確に何ありなんだろうし、バツがついたって仕方ない人間なんだ。だからいいんだ、気にしないでくれ。いや、その状態で気にしなくていいは無理があるやろ。いや、お前の性格に何があるわけじゃねえって。きっと女を見る目がないんだって。そうかな。バツ1以上は正確に何がある人と、ただ見る目がない人に大体分かれていがち。なるほど、確かにその通りそうだわ。なんだ、頭かゆい。ポリ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 。あ、なんか喉乾いたかも。よし、プシュッと。うますぎ、最高、気持ちいい。こんな飲み物存在していいの？開発してくれた方、一生感謝いたします。そしてからのおつまみにはこれ。いいか、やっぱりこれだよね。さて、威嚇せ。そういえばこの匂い、最近嗅いでないな。いただけにまいった。もう生涯終えるまで嗅ぐことはなさそうだね。なんか虚しくなっちゃうわ。もうこの身が滅びるまで行為に及ぶことがないだろうと考えがち。いや、イカの匂いでこの話につなげるな。ガチャ。ただいまーと。おっと、いっけねー。誰も家にいないのにただいまーとか言っちゃったってペロー。そういえば今日会社の後輩にプロポーズ相談されたんだけど。いや、俺に相談すんなや。俺には罰が2つついている。それを理解した上で相談してきてるとしたら、この上ない煽りじゃねえか。やろ、今度あったらぶっ飛ばしてやら。で、あいつに限ってそんなことはないか。ただ天然なだけだと思う。いや、にしても適任が他にいるだろ絶対。なんで俺なんだよ。恋愛や結婚の相談をされても気まずくてアドバイスできないがち。自分にする資格がないように感じるよな。ねえねえ、さゆり。はい、どうしたの？ね、あの絵の呪文みたいにもじもじすな。もうどうしたのよ、何？実は私、好きな人ができてさ。会社の人でアラフォーなんだけど、もちろん独身の人よ。でね、その人と、で、さゆり、何その疑い指数 100% の目は。いや、だってあんた好きな人ができたんでしょ？はい、そうです。大丈夫なの？え？いじゃないわよ。あんた自分の結婚履歴を覚えてる。またとんだクズ野郎のことを好きになったんじゃないでしょうね。はあ、何言ってんのよ。そんなわけないとは言い切れませんね。はい、ほら見たことがだから心配してんのよ。はい、前の旦那もいい人だと思って結婚したら、まあああいうことになっちゃいましたからね。まったく、今度合わせなさい。私が見てあげるわ。あ、本当ですか。ありがとうございます。心の玉よ。好きな人ができたと周りに相談すると、見る目のなさを問われがち。なるほど、ガチ子の場合は相手がクズだったんだな。先輩、俺プロポーズ成功して結婚することになりました。先輩のアドバイスのおかげです。ありがとうございました。おお、マジか。それはよかった。おめでとう。まさか罰が2つついている俺のアドバイスなんかが役に立つとは思わなかったけど、まあ結果オーライだ。結婚式呼ぶんで絶対来てくださいね。ああ、もちろんだ。楽しみにしてるからな。にしても後輩のあいつもついに結婚か。俺は忘れないよ。俺が2度目の結婚式を挙げた時、お前は式場で俺に向かって開口一番。これ何回目のご祝儀っすか先輩。ふざけて言ったこと。その透き通るような屈託のない笑顔であの時だけはこいつの舌をシュレッダーにかけてやろうと思ったぜ。結婚式を挙げるたびにこの祝儀何回目といじられてしまいがち。まあ宿命だわな。今の彼氏さ、働くって言いながら全然働かないし、むしろ私にお金をせびってきて、生活に必要だからって言うから渡したのに、いつもパチンコに行ってたのよ。私の存在意義ってただの ATM なのあ、いや落ち着いて落ち着いて。それは大変だったね。あなたは一つも悪くないからね。手慰めるとでも思った。おめどうせ花からパチンコに行ってるってこと知ってたんだな。そんな男にお金を溶かす意味ある？時間もお金も有限なんだよ。この世で一番大事なもんなんだよ。もっといい男を見つけるために自分磨きのためにお金と時間は使った方がいいわよ。わかる？あ、しまった。勢いに任せていろいろと言っちゃった。あー、どうしよう。また泣きそうになった。ガチ子、すごいわあなた。離婚を経験してるから言葉に重みがあるっていうか、いや何回か離婚を経験してるから説得力があるっていうか、離婚を重ねて精神的に大人って感じがする。今のガチ子すごいかっこいいと思う。離婚はしてるけど、いやこれ褒められてんのかマウント取ったのかわからんぞ。これマウントやったら相当高等技術やぞ。間々でジャブ打ってきよるからな。まあ元気になったみたいだし、いっか。離婚を何回か経験してるから精神面が強い人間だと思われがちかわいそうになってきた。そういえばアイスクリーム買ってたな。よし食べよう食べよう。アイスちゃんどこですかとは。おいおい、アイスが溶けてるじゃねえかよ。てかアイスだけじゃねえ、他のものも溶けてる。なんでだ。ここ冷凍庫だよな。俺間違って、あ、もしかして壊れた。マジか、ついにか。まあでも確かにこいつ長いこと使ってるからな。確か最初の結婚をした時に買ったもんだし、こいつうちでは相当ベテランだったんだよな。1人目の嫁との修羅場も、2人目の嫁との大喧嘩も、3人目の嫁の浮気相手との壮絶な言い争い。こいつは動かずにここでいろいろと見てきたんだよな。なんかしみじみするぜ。今までありがとうな冷蔵庫くんよ。さすさす。さてと次の冷蔵庫を買わないと。何にしようかな。もう結婚はごめんだし、これからは独り身でいたいし、小さい冷蔵庫でいいか。そうしよう。じゃあ買おう。家電製品や家具にも結婚の歴史が刻まれていがち。見たら思い出すからって全部新しく買える人いるもんな。え、あんた離婚するの？そうなのよ。私ももうすぐ離婚するのよ。あ、そっか。いろいろとあったんでしょうね。お疲れ様です。でもさ、離婚の手続きとかわかんなくて、子供の名字とかも変わるわけだし。ああ、それは家庭裁判所に申請して許可いないとだよ。え、家庭裁判所？裁判所にお願いしないといけないの？うん、そうだよ。はあ、さすがガチ子。経験者は違うね。頼りになる。え、まあね。何回か経験してるからってヘペローってこのバカにしないことでもなら。バカにはしてませんよ。頼りになるなーって。はい、すみません。はい。まあ相談くらいは乗るわよ。ありがとう。離婚についての知識が豊富でありがち。まあ褒め言葉にはならんわな。ねえねえガチ子さん、俺たちだって離婚したくてしたわけじゃないっすよね。なのに周りからはいじられるし、悪気がない人でもなんかそういう感じの言葉言ってくるし。そうですよ。私なんて元旦那クズで、私むしろ被害者なのに、なんか見る目がないとかボロッカス言われるし。わかりますわかります。いやーにしてもなんか離婚を経験してる者同士だと、分かり合えますな。ですな。同士じゃないと分かり合えないこと、話し合えないこといっぱいありますからね。そんな俺たちに乾杯。イエーイ。離婚を何回か経験している同士にしか分かり合えないことがありがち理解者イコール経験者かというわけで今回のありがちなこといかがでしたでしょうか。共感できましたか？楽しんでいただけましたか？もしよろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。